はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かえでさんちへようこそ。皆さんは本を、まあ電子書籍にするか紙で買うかどちらかかなという感じですね。今はね、皆さんどちらでしょうか。私はどちらかといえば、まあ買う方が多いかなと思います。電子書籍もね、まあタブレットとかそういうのがあれば気楽に読めるし、まあ重くないからいいやって、タブレットの重さがあればまあね、10冊20冊そこに詰め込める部分はあるんだけど、なんか読んだっていう感じがしないんだよね。まあ私の感じなんだけど、あの本買ったっていう、あの重みとかさ、買って持って帰るっていうような感じがなんかしないから、なんか変な感じがするなーっていうのはありますね。うん、まああくまでもこれは私の感じなんだけど、うん、でもまあその電子書籍も含めてだと思うんだけど、レンタルをするかまあ買うかどちらかっていうのもある、まあ問題というか問題じゃないか、まあ問題的じゃないけどね、よくどちらですかっていうふうに言われたりね、うん、そういうのは言われたりとかしてますよね。うん、私はね本当にあの買う派ですね。うん、まあさっきも言った通り、あのレンタルしたらさ、それ返さなきゃいけないじゃん。それが嫌だっていう部分もある。うん。めんどくさいっていうのもある。で、それを、その本を読んだっていうかさ、まあ自分のものにしたっていう感じのものもあるし、うん。っていうのはあるからなぁ。っていう感じかな。はい、ね、人によってそれは違うだろうけど、うん、買ったなら買ったらでさ、ほら自分の思う、その何しようが勝手じゃん。本 をね、こう折ったりもするし、まあ、借りちゃったりとかすると付箋とかしちゃうのもどうかなと思うし。その線を描くとかね、そういうのもそうだし、変にこう、ね、カバンとかに入れといて、あのページを折ってしまった。あの、好意的にじゃないにしろ、ね、折ってしまったっていう場合があるじゃないですか。うん、だからそういうので気を使ってしまう部分があるんで、まあ図書館とかでは借りないかな。うん。っていう感じです。はい。皆さんどうでしょうか？ちょっと短いですけどもね。はい。以上です。それでは皆さん、さようなら。